リマホミニ劇場。付き合って初めてのクリスマスの思い出です。どうする？家でのんびりする？過去の足立は…リア充いるし、人混み嫌い。仕事にかこつけて差し入れ。あ、サンキュー。一生に一度くらいベタなクリスマスデートってやつやってみるか。イルミ見たり、黒沢とだったらやってみたい。すみません、クルーザーの予約を。待て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 、お前ん中のベタってどうなってんの。